レーブレヒト・フォン、アンハルト・ベルンブルクは、ドイツの諸公アンハルト・ベルンブルク家の公子で、同家の分流アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルクホイム家の、初代公。アンハルト・ベルンブルク公、ビクトル一世アマデウスとその妻で、プファルツツ・バイブリュクン公、フリードリヒの娘であるエリーザベトの間の次男。高度な教育を授けられ、グランドツアーにも赴いた。1683年。 同族のアンハルト・デッサウ公、ヨハン・ゲオルク二世と共に大トルコ戦争に従軍。大同盟戦争中の1689年、皇帝軍に招集されていたアンハルト諸公軍を、引き連れて皇帝軍から離脱し、ヘッセン軍に所属した。ハンガリーやライン川流域での戦いに参加した。1690年9月、父ビクトル一世アマデウスとナッサウ・シャウムブルク公。 アドルフの未亡人シャルロッテの間で、両者の子である、レイブレヒトとナッサウ・シャウムブルク公補女、シャルロッテとの婚姻協定が成立した。2年後、二人の婚姻成立と同時に、アンハルト家の新しい、分流アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルクホイム家が生まれた。同家の家領は、以下の所領で構成されていた。夫方のアンハルト・ベルンブルク家側からは、1692年、 ベルレーベントハウスサイツの辞書が1707年ホイムの大干書が分与された。妻方のシャウムブルク・イ側ガーの分与は当初デルンベルクとラウレンブルクに限られていた。妻方の所有する帝国直属身分のホルツァッペル伯領はレーブレヒトと義母の共同統治とされたが1700年6月にレーブレヒト側が正式な謝罪をするまで両者の間には緊張が続いた。兄、 カールフリードリヒは父が長子創造制を導入したにもかかわらずレイブレヒトに家領の一部を分与したことに強い不満を持ち弟に軍事的圧迫を加えホイムの所領を包囲するなどした1700年に最初の妻シャルロッテが死んだ時レイブレヒトは妻方シャウムブルク公家の創造者の地位を確保することに失敗したルザッペル領は彼の長男が相続し 長男はさらに1707年、シャウムブルク城と、その付属荘園をも母方祖母から受け継いだ。レーブレヒトもシャウムブルク城に同居したが、1721年にホイム城が完成するとそちらに移っている。2番目の妻を亡くした後、1725年下級貴族の娘ゾフィー・ホーン・インガース・レイベンと身分違いの結婚をした。 レーブレヒトは、ウィーンの宮廷顧問官会議に請願し、この若い妻が、諸公家の秘殿家の継承を使用する許可をもらっているが、ゾフィーは結婚の翌年に死去した。1727年のレーブレヒトの死により、アンハルト家とシャウムブルク家の分裂した所領は、長男の元に統合され、アンハルトベルンブルク・シャウムブルクホイム家領が成立した。1692年4月12日に、 ナッサウシャウムブルク公を女、シャルロッテと最初の結婚をし、5人の子を設けた。1702年6月27日に、男爵令状、エイバーハルディーヌイホンベーデと2度目の結婚をした。妻の身分が低いため、皇帝政府に働きかけて、帝国女白に少女してもらい、身分の釣り合いを取った。間に6人の子を設けた。1725年9月24日にゾフィーホン。 インガースレイベント三度目の結婚をした。彼女との間に怖いない。ありがとうございます。